イニシエのカチ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 よカチカチよ。おー、奇妙な割れ方。いやごめん、そこの時系列ちょっと曖昧だから。ずっといたんだよね最後。でも最後はいた。見切り通せるか。イニシエのカチ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 よカチカチよ。あ、ナイスナイスナイスです。配電盤触った人、あ、触りました。最初は触りました。途中で抜けました。やばすぎて抜けてました。めちゃくちゃ邪魔されてたよ。ごめん、拓也さんってどのくらいの時にメインとエンジンを抜けてるか。高木、いい、ごめん、今配電盤がね、うん、めちゃくちゃ妨害されてたから、わざとの人がいる。インポスターいじってた。そう、そもそも妨害されてたから。駆動さんがまず違うでしょ。で、理想姉が隠しろ出てるんでしょ。だからノア君から釣りたいっていう前提で、うん、高木の話に戻してもらって大丈夫。あ、ちなみに高木も慕われない人です、立花視点で、うん、って感じで。いや、ごめんけど、俺は最後に直した自覚クソあるんだけど。宿舎で湧いてヌーンで右に行って、昇降機右でずっと直してた。なるほど。ここで邪魔する。まあ、その話は良くない？証明できない。いや、証明できない。いや、証明できない。だって俺やってないから、それ証明できないじゃん。みんな買っちゃったんどこ？昇降機右。貨物理想音色。あと、ナルクも。あ、じゃあ、一応あれか、展望で。もう一人が行けるのか。正直よ、俺視点からも高谷さんが釣り切りで勝ちな気がする。いやこれはね、ちょっとごめん、俺は証明できない。停電はちゃんと直してました。僕勝ちはガチガチやってないです。俺の2票はノア君の他もう1票誰。ノア君が本当に勝ち合ってない人だったらね。まあね、うん、まあ、ちなみにノア君はちゃんと直してた人だよ。俺がやってたから。ごめんね。たくやさんやめてよ。俺一生懸命直してたのに。ダメだって。もう一つ取るしかねえと思って。俺必死にたくやさんと戦ってたもん。やめてやめて。直してんだよ。どういうこと？え？すれ違いがすごかったんだけど。でそっからさ、カチカチ言われたけど、俺はたくやさんって知ってるからさ、もう一人いるって言えずにさ、僕じゃないよっつって。もう何も言えなくなってたもんね。そう、泣きそうになった。ノア君の体育がまさかのタクヤっていうのがめちゃくちゃ多い。